今天做的最好的是什么，以及取得最大的收获是什么？今日の試合の中で一番よくできたところとすごく勉強しましたところはどこですか？我觉得今天比赛今日は、サービスとレシーブそこの先手を取るところが良かったと思います。